こんにちは。今回は大谷翔平の弱点を徹底暴露、女子アナ個別取材を断り、苦手なスポーツにファンの反応は？の話題をお送りします。 WBC で MVP を受賞し、その勢いのままにメジャーリーグでも活躍する大谷。彼はプレー以外の行動、例えばグラウンドに落ちているゴミを拾うことなどでも愛されています。完璧な人間のように見えますが、彼にも弱点はあるのでしょうか。大谷翔平の苦手なスポーツはゴルフや卓球。ゴルフに関してはスポーツ紙記者がこのように語っていました。野球選手にはゴルフが上手な人も多いですが、大谷選手は苦手なようです。日本ハムの新人だった13年11月に球団のゴルフコンペに参加した時のスコアは146といまいち。クラブがボールの上をかすってちょろちょろと少し前に転がるだけという場面もあり、苦笑いをしていました。22年にはこの映像をメジャーリーグの公式サイトが紹介して話題になっていましたね。また高校時代のエピソードもあります。花巻高校時代、卓球が寮で流行ってよくやっていました。ですが意外にもあまり勝ててなかったですね。また現地メディア関係者によると、女子アナに関しては徹底的に気をつけているようです。日本の女子アナウンサーです。会見や囲み取材に参加するときは目の色を変えてやってきます。プライベートでアメリカまで行き、大谷選手の試合を観戦する女子アナもいるほどです。もともと取材などで饒舌に話すタイプではないですが、女子アナによる個別取材はお断りしていますね。ただそれは取材をした女子アナがネットなどで叩かれて迷惑がかかってしまうからのようです。大谷翔平らしさが感じられますね。実際にこのお話についてあなたはどう思いますか？この話題について日本からたくさんのコメントが寄せられてます。こちらです。週刊誌はないことでもあるようにでっち上げて書きますからね。良識を持って報道する人に対して畏敬の念を持って対応してほしいです。気遣いできる人だからこそ、自分が関わることで誰かに迷惑をかけるのはストレスを感じるでしょうね。なんだこのストイックで配慮が行き届いた完璧な人間は、大谷選手が私欲を断ち切って野球を極めんと邁進するからこそ、私たちはそれを楽しむことができています。その事実に感謝。実際は大変だと思う。こんなに野球に全てを捧げている人だから、奥さんや家族ファーストではない可能性はある。メジャーリーガーと結婚したいのなら、大金持ちになりアメリカ暮らしをしたいということなのでしょう。本当にどんな人生のパートナーをどんな風に選ぶのでしょうね。まだまだ大谷選手は身体能力の向上を目指せる位置にいるので、さらなる頂点を目指してほしいです。とにかく局を代表するようなアナウンサーじゃないと世界的な選手になってしまった大谷と釣り合わないというか、それくらいしか知らない。大谷の人生設計シートには28歳で男の子が誕生することになっている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に野球を盛り上げていきましょう。あなたの意見もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。